4月から三鷹市立の小中学校の給食費が無償化されます。市長庫の給食費無償化はどんな目的で行われることになったんでしょうかそうですね、うんあの。対象は一律の小中学校22校で 1>,、はいえー、1万3000人ぐらいいらっしゃる児童、うん、生徒さんが対象なんですけれども、ね、やっぱり年間5、6万円ぐらいですね、うんえー、給食費っていうのはかかりますので。うん あの保護者のの負担の分だけでもですね、はい、ですからそうこを考えると、まあ、現在物価高騰していてその負担がですね、まあ、相対的に増大しているということもありまして、うん、まあなんとかこう無償化できないかということは、まあ、市でも研究していましたし市民の方からもそういう声、はい、お声がないわけじゃなかったんですけれども、はい、まあそこで、えー、なんとか、うん、したいなということで。<laughs> はい、今回踏み切ったんですよね。子、うん、育て世代のね親子さんにとってはとってもありがたいことだと思いますが、今回この無償化に至る経緯はどのようなものがあったんですか。そうですね。あのまあ市ではあの令和4年の7月から、えー、食材費が高騰したしてですね、えー、その分の補助とかいうことを始めたわけです。で、えー、まあ本来的にあの市の立場としては。 学校給食というのは食育の一環として、うん、つまり学校教育、はい、義務教育でありますから、うん、まあそこは国が本来は負担すべきだという立場をずっと、えー、貫いていたわけですよね。はい、でそこにあの、えーまあ、難しいというか、まあ、あの基本的なスタンスがあったんですけれども、うんえー、昨年度以来ですね東京都の方から、えー、半分費用ですね、うん 補助金として出してもいいっていう,うな話がありましてまああの半分補助を出すっていうことはね、うん、半分また御しが出すっていうことなんでそれはそれで大きな話なんですけれども、はい、まああのやっぱりこれは、まあ、どういうふうに受け取るかっていう時にチャンスとして受け取るべきだ、うん、無償化に向けたあの過程としてですねやっぱり国が決断するまでの間 ずっと全部待ってるっていうわけにもいきませんので、はいえー、都がそういう姿勢を示したんだったら、うん、あの市としてもそれに応えるべきじゃないかということで玉、うん、の,の市各市では結構意見が分かれたんですけれどもねいま、うん、だにあの統一して無償っていうわけにはいきませんでしたけれども、うん、できるところをまず始めようということで財源をどうするかっていう、まあ、深刻な問題もありますけれども。うん 見たがしとしても業隔を通して何とか見どころ出しそうだというので、はいえ思い切って決断した、まあ、そういう状況です。ああなるほど。都からの補助制度も活用しつつということですが、やはり物価高騰の波が家庭だけじゃなく学校給食にも影響していると思いますが、そうした中であの市長が今回無償化を決断されたのはどのような思いからだったんでしょうか。あのちょっと遡るとですね。 この新型コロナの時に、はい、まあ、学校を休業したことがありましたよね。えー、あの臨時にお休みをしました。うん、で、その時。ええー、まあ、実は半分半分だったんですけどもね。あの、子供たち集めるのはや、全くやめてくれっていう話と。うん、また逆に、ええー、やっぱり給食。でもって、子供たちの、うん、まあ、あの昼間の。なんて言いますかね。食事をする機会だとか。はい。あの安全性も。 あるんでですよみたいな話でそっちの要望もありましてですねうん、うん、その時にあの給食という形ではありませんでしたけれども簡単な昼食をですね各学校であの希望者の人にえーまあ対応するということを決断した時がありましてでその時にあのまあ栄養士さんとか給食を作ってる調理師の方からあのお話として。 もうあの食事をするっていうのは低学年の場合には家でちゃんと、えー、食べ方を教わってない手づかみで食べる子がいた、えー、あるいはだから本当にあのお腹減らしてやってくる子がいるそう,そういうことが分かってきましてあの、まあ、食育も大事なんだけども、まあ、のそれ以上になんとかん、えー、少しでもですね、うん、その子どもたちの、まあ、栄養補給の場を。 安定的に維持するこあ私は、まあ、それが背景にあってですね、まあ、できる限りそういうことはしたいなというふうに思っていたんですけれども先ほど申し上げたように、はいえー、財源をどうするかっていうところで、はい、1>, あの1回だけやればいい話じゃなくてね、はい、1>, あの1年間だけやればいいとかいう話じゃなくてずっと続く話になる可能性があるので。 そういう安定した財源確保をどうするかっていうのをずっと内部で議論していたんですけれどもまさに東京都の決断が後押しになって、えー、できそうだとあのこうなんとか工夫すればという話があって、えー、今年今年度1年はですねあのとりあえず、えー、あのそういう基金子どもの関する基金をですね、まあ、あのえー で対応すするんですけども、うん、この1年間でできたらその具体的な業格あの形状的に捻出できる財源というものをえ見つけていける可能性が出てきましたので、はい、それをあの確定して、うん、少なくとも、えー、東京都さんが継続する限りは我々もあの。 何とかしていきたいというふうに現在思っていますうそうなんですねいや成長真っ只中の子どもたちにとってはやっぱりバランスの取れたお食事ってすごく大事ですもんねそうですねはい。財政のやりくり大変かと思いますがどうぞよろしくお願いいたしますはいはい、よろしくお願いします、はい